最近の一言、徹夜っていいな。健康まっしぐらだからな、やっていいもんじゃねえからな。しかしサボり癖のある昼間に比べると凄まじいもので、編集が厳しくなった時には利用してもいいかなって。お前、大体編集厳しいよな。令和終わるまで徹夜するか。腐るぞ。というわけで本日の狩猟地はここ東都、とても寒い場所だそうで、平均気温は17度。意外と暖かいな。雪や氷がすぐ溶けてしまわないか。これ実は雪に見せかけた塩でさ。臭そう。え、なんて？臭そう。臭そう。臭そう。歩きたくねえわ。あ。はい、まあ実を言うと嘘でね、どうやらここは銀世界、雪と氷で包まれているようなのだ。そりゃ17度だったら溶けてないとおかしいしな。いや体感温度は17度だけれども、体温感知が鈍ってないか。今日も生ぬるい天気ですね。そんな雰囲気を壊すこのスネを、ミンク言うっていう別名はまだない時代、ドスバギー。このように口から睡眠液を吐くことができ、これを浴びると昏睡状態になってしまう、受験生の天敵だね。夏は受験生にとって大切な時期だからな、視聴者様も寝落ちに気をつけよう。そして寝落ちの犠牲になったのがこのポポ君18歳。これは起きたな、死亡校変えなきゃいけませんね。いやそれ以上に危ない状態なんだけどさ。人生いくらでも挽回はできる。だから挽回できそうな状態でないんだよ。捕食されかかってるんだよ。長文ツッコミって受けにくいの知っているか。すまん。大切なポポポポポの命、私が助ける。ダミッツ多いぞ。というわけで我流サブターゲット、ポポポポポポポを助け出せ。睡眠中のポポが目覚めて、エリア移動できたら成功、ダメージを受けて力尽きたら失敗、ということだな。この手の防衛ミッションは手慣れているのですよ。ちなみに冷戦のつけつけ防衛イベントでは何回も失敗して発表していたらしい。結果として成功したから私には素質がある。素質いるすぎない。あ、ドスバギーがポポを狙ってる。虫かよ。今の彼にはポポポポポポポなど眼中にない。私はバギーが眼中にある。危ないな。今めっちゃ近くにポポいたぞ。横切りしてたら当たってたぞ。大丈夫、位置取り考えてやってるから。それにポポ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 ポが見えないと防衛してる感ないであろう。悪い意味で位置取り考えてやがった。そして私は今回スラッシュアックスを使っている。うわーこの今更感。前回約2ヶ月前に使用したこの武器で今回も狩るぞ。スラッシュゲージ回復のために今はオノモードで戦うぞ。だから危ないって。完全に今当たるところだったぞ。ちょっと位置低かったら当たってたぞ。もうあの方寝たまま投資しているのでは。まだ寝てるぞ。どんだけ寝ているのだ。疲労溜まっているのではないか。まだ1分くらいしか寝てないんだけど。モンスターハンター世界の1分は1時間って聞いたことがある。それ踏まえてもまだ1時間しか寝てな。あれ画面右、おったか。ポポ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 の睡眠時間は1分と。実はドスバギーの睡眠液くらっておったんだけどな。別派の液で覚醒するの。意味は間違っていなくはないんだが誤解されるぞ。ひとまずポポ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 の救出完了。受験を乗り越えろ。受験ってポポがどこを蹴るってるんだよ。食肉工場。それは就職だ。おっ、眩しい。精神統一をするのだ。眩しさを感じなくなる。光が弱まっただけだぞ。地球品の閃光弾を使ってみたのだ。閃光弾、閃光玉、閃光玉の効果は相手の目くらまし。その閃光玉を食らったドスバギーはうまく動けなくなる。故にこの閃光玉、強調する必要はないんだよ。それではこの目くらましを利用して閃光玉。閃光玉。時間稼ぎされただけで終わってしまったぞ。閃光玉が逆に不利に働いてしまったな。アルパカスーツを着ている時、周りが見えなくなったら下手に動かないようにしている。理にかなっているというか最適な行動をとっているのがミッタらしい。経験者ゆえの説得力。また私なんかやっちゃいました。閃光玉でやらかした。リロード中だからちょっとチャチャおとりになってねー。おいチャチャが睡眠液の犠牲に。私が食らうわけではないから問題ないと思ったらこれは。どうした？攻撃命令を出された。バリューが荒ぶって荒ぶってる。そしてどうなるの？全員で一斉に睡眠液。動画投稿者は眠気にまっ、おはようございます。引っ叩いてくれるお友達がいれば眠気は克服できる。受験生のみんな覚えておこう。ところで引っ叩いてくれるお友達がいない人はどうすれば。なんフォローはないの？属性解放好きがうまく当たらないぞ。ダブルクロスあたりまでの作品では属性解放好きはあまり使わない方が良いと聞いているが、初登場時のトライにおける属性解放好きの扱いはどうだったんだ。弱い。そんな気はしてた。イニッシュの威力が低い。ヒット数が少し多い。中断して横切り派生が早い。いろいろとトライは個性があるけれど、やっぱり縦切りループがね。そのことに気がついた私は属性解放好きをやめた。というのは嘘で解放好きで止めさすのが面倒になっただけだ。正直で何よりだ。それで今体力が絶賛危険な状態だが、大さらに危険な状態に。回復はしないのか。私のプレイスタイルはゴリ押しとたまに回復。回復は忘れずに。まあ確かにね、現状危険な状態だからね。とはいえど現在ドスバギーは弱っている。この攻撃を逃すわけにはいかない。あと一発攻撃を受けたら回復するというのはどうだ。今のお前の体力でタックル食らったら力尽きるぞ。回復しようかな。意地が弱すぎる。私の根性を舐めるでないぞ。いざという時はゴリ押しでどうにかなるものなのだ。本当に弱ってたんだな。私の勘は本物なのだ。さあドスバギーごときで止まってはいられぬ。クエストをどんどんクリアしていくぞ。私の勘が正しければ次はギリネブラと戦う。違うんだわ。あれおかしいぞ。普通ここはギリネブラであろう。せっかく新しい狩猟地に来たのに連れ戻されると固まったものではない。マーキークエストに指定されてるんだから仕方ないだろう。それでこのクエストは一体。ボルゴロスとドスジェミーの同時狩猟クエストだな。どちらも一度勝ったモンスター、大して苦戦はしないだろう。このクエストか。来てしまったな。一度勝ったモンスターだから軽くカットしてやろうかと思ったけれど、これはやっておかねばな。
2頭同時狩猟だから今までやったことのないクエストだけどさ、それほどのものなのか。このクエスト、かなり不可思議なんだ。このクエストには面白い現象が見れるのだ。とりあえず見せられるところまでゴルゴロスと戦うからぶったー。うお前が全く使いこなせないと話題の体験じゃん。私は全ての武器種の苦手を克服したのだ。体験ごときでどうしよう。しかし方向回避は決めます。いやー、あまり動いてない相手にタメさん当てられないのか。いや、なめるでないぞ。すでに慣れた。ここなら当てられる。タメさんを送らえー。ゴルゴロスはやっぱり強いなぁ。せめてハンマーで行けよ。ハンマーで行っても倒された動画を忘れたか。ひとまず、ゴルゴロスがエリア移動してくれないと。エリア移動するそうだな。よし、これでエリア4に向かってくれればよしって。何かがおかしいとは思わないか。いきなり言われても。ほら、クルペッコがいる。この砂原にはすでにドスジャギーとゴルゴロスがいる。その状態でクルペッコだ。あ、同じフィールドにモンスターが3頭いる状態になっているな。3頭いるのであれば、合流させてみたいであろう。面白い光景が見れるというのはそういうことか。しかし面白い光景を見るのは簡単ではない。そりゃ残りの2頭を誘導させるわけだからな。あれ、さっきのクルペッコに小屋子玉ぶつけたか。運用しないのだ。気はするのだけれど、そうしたらドスジャギーが来れなくなる。小屋子玉をぶつけても全くエリア移動をしなくなってしまう。偶然じゃないのか。そうだとは思っていたけれど、どうも挙動が怪しくてね。とまず、ここでゴルゴロスと戦って足止めをして、ドスジャギーとクルペッコが合流することを祈るわけだな。祈りといっても、これは相当難しい。普通になんとなく合流することはほぼない。タイミングは主に2つ。2頭揃っている状態で誰かがエリア4から移動するタイミングで片方がエリア4に移動する。またはクルペッコとドスジャギーがエリア4に移動するタイミングが一致する。つまりほぼ同時にエリア移動をするタイミングだ。微妙に話が長くて言っていることの意味が絶妙にわからない人がいそうだけど、要はそれが叶うのは難しいわけだな。どちらも話が長くて伝わりにくいのではないか。短く簡潔に、微妙だな。短すぎても伝わらないぞ。そろそろ来てくれないかな。今の声、どうやらドスジャギーが来たようだぞ。ついに来たか。待っていたぞエリマキさん。ドスジャギーな。さあ、あとはこれでクルペッコが来たぞー。ついに同じエリアに大型モンスターが3頭揃った。ドスジャギーは中型だけどな。そこは気にしなくていいだろう。ついに来た。貴重な光景。何度もリトライした苦労がついに報われた。あれ、このハンターでは初めてじゃねえの。細かいことは気にするでない、うん、だが3頭同時に相手するって危ないぞ。ワールドで経験済みだろう。いや、大丈夫だ。根拠はあるのか。ない。ないのかよ。はずだった。あるのかよ。って、こいつらを相手にして大丈夫とは。これもうクルペッコがエリア移動してる。え、あっ、あそこにサターンの星が。一文字で返されても対応に困るって。だったら変なこと言うんじゃねえよ。クルペッコが移動するの早すぎだろ。30秒も経ってないぞ。これを見て私の偶然は確信に近い何かに変わった。同じモンスターが3頭同時に登場っていうのはゲーム内で極力避けられているみたい。ほぼ同時にエリア移動をすると合流できる点も、エリア移動のモーションを途中でキャンセルできないからやむを得ず。という感じ。それで避けられるべき事態が起きた今、クルペッコは早急なエリア移動をしたということ。すでに2頭が同じエリアにいるときに他のモンスターが合流するということはなかったんだな。あっても全て誰かがエリア移動をするタイミングへ。いわえ、ドスジャギー大落首位の首位感を。残念だったなゴルゴロス。残念だったなクルペッコ。いや、それは倒す必要ないよな。残念だったなドスジャギー。倒す必要はあるけども、あるけども、それはあまりにひどい。一回の逆襲で息になれると思うでないぞ。もっとテイク数重ねて何度も逆襲するのだ。できないんだけどさ。というわけで問題のクエストをクリア。同じフィールドに大型モンスターが3頭。ワールド以外ではトライのみの仕様。まあ半ばバグみたいなものだけれど、ある意味これもトライ独自の仕様だ。トライ独自の仕様といえば今回体験だよな。体験のフリースタイルはどうなんだ。それはまた次回。というわけで次こそは凍土でギリネブラを狩ろう。全く出番のないモンスターだからね。楽しみで仕方がない。そう思っていた神かましだったが、次なるクエストは想像の上を言っていた。え、これはラギアクルス。次回モンスターハンタートライ。ラギアクルス弱すぎて草空中こそなんだっけ。いや、お久しぶり、リモス様だ。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。